ショベレット解放区の酒井です。本日の雑談は、測定器、僕が使っている測定器を紹介していきたいと思います。エンジン、ミッション、いろいろやってる中でやっぱり測定していかないことがしていかないといけない時があるので、まあその時に使っている測定器を紹介します。まずはこれですね、ダイヤルゲージと、ダイヤルゲージを取り付けるための、まあ、これ磁石になってて、ここがオンオフになってて、オンにすると鉄くっつくんですよ、こういう形で。で、まあ、これ芯出しに一番使うんですけど、このダイヤルゲージ自体は、まあ、シリンダーゲージでも使ったりしますね。これ外して使ったりします。ここはこう動くと、動いた可動域のが100分の1でどれだけ動いたかとかっていうエンドプレイとか測ったりとかするときにこれを使いますね。はい。で、次が、まあ、普通にこう鉄の定規ですね。この形、なんていうの、直角とか、なんかなんだかんだで結構使いますかね、これ。はい、あると便利かもしれないです。これでなんか測ったり、ちょこっと測ったりとかっていう時これ使いますね。次が何かな、なんかこれもすごいですよね。どこで、いつの時代なんだって感じなんですけど、これが圧縮を測るやつですね。シリンダーのプラグのとこに、プラグにこれをグッこう刺して、ピストン回してどれだけ圧がかかるかみたいなやつですね。名前なんて言うんですかね、ちょっと名前わかんないですけど、そう、こうプラグを外してこうグッてやってどれぐらい動くかっていうことですね。名前わかんない、もしわかる方おられたら。これが、あ、はい、めっちゃこれか、18mm から34mm のシリンダーゲージですね。確かカウンターのあそこのルースベアリングのとこ、かなりちっちゃかった。あそこ 19mm ぐらいだったかな、ちょっと覚えがないですけど、18、19か20ぐらいだったような気がする。まあ、そこを測ったりするときにこのシリンダーゲージ使います。で、次がこれシリンダーゲージ、シリンダーゲージの35から60、ちょっとなんかバラバラになっちゃってるんですけど、シリンダーゲージですね。これピーコックなのかな、ここにいろいろとっつけて測ります。で、こっちにはダイヤルゲージつけますね。これがシリンダーゲージです。で、あとはノギスですね。これコンマ01まで測れるんですけど、このノギスで、けどちょっとコンマ01じゃダメだということで、ダメではないんですけど、あれコンマ01、あれちょっと待ってくださいね。で、コンマ01のギスということで、このダイヤルの100分の1ののギス、ちょっと光当たっちゃった、これ100分の1ののギスです。はい、
これは結構使いますね、ちょこちょこと。はい、まあ、100分の1までいらない場合もほぼほぼなんですけど、結構なんだかんだで使ったりします。でその後は、あ、これかシックネスゲージ。このシックネスゲージって僕これしか持ってないんですけど、ここ見えますかね、ここにこうやって数字が書いてあるんですよ。何ミリ、コンマ何ミリとかっていう形で、でこの数字が消えるんですよね、使って薄くなってきちゃうんですよ。だからちょっとそれはちょっと嫌だなとは思っとるんですけど、なんかこれ情報あったら欲しいですね。なんかこう消えない、こうしっかりなんかちょっと刻み込まれているような、もうそういうのはないのかな、やっぱこうシックネスゲージには。はい、これもうバンバン使いますね。でこのシックネスゲージのすごい嫌なの、こうすっごい薄いのとかがちょっと曲がっちゃったりするんですよ。だからちょっとそういったのもいろいろ、シックネスゲージもなんかあるんですかね、いいピンキリなんですかね、これもちょっとわからないですけど、シックネスゲージです。でこれマイクロメーターですね。これから0、これが0から25だったかな。でマイクロメーターこうサイズがこう4つ、合計4つですか、これが70から100なんですけど、ここまであればピストン測れますね。ピストン、まあシリンダーも、まあなんだっけ、シリンダーゲージ、あの簡易シリンダーゲージというか、そうですね、マイクロメーターはこう4ついりますね、多分エンジンミッションやるっていうことになると。ミッションはこの3つでいけると思いました。エンジンまで行くとなると、まあこれちょっとまあいろんなやり方あると思いますけど、これが必要になってきますね。75から100までのマイクロメーターが必要になってきます。で何よりも勘よりもこれですね。これが結構使い勝手が良くて、このマイクロメーターをですね、こうやって挟むんですよ。挟んでこうちょっとこう見やすく、ここでこうクククククってやれるんですよね。でそのメモリはここにあるんで、すごく自分の角度に合わせてここを移動できたりできるんです。これなんかすごいいいと思います。ちょっと測定器ではないですけどね。はい、あとは最近僕が使ってるこれですか、シリンダーゲージ、内径測るやつですね。これ結構まあ簡易っていうような風に言われてるんですけど、何回も同じ場所を何回も何回も測ればほぼほぼ一定してくるんですよね。昨日もシリンダー測ってたんですけど、こうシリンダーにこう入れて、まあ、ここは縮むんですよね。縮んで、まあ、記憶させるっていう道具なんですけど、でその記憶させたものをこのマイクロメーターで測るという段取りの、これシリンダーゲージなんですけど、これは結構最初通常のこのシリンダーゲージ、このシリンダーゲージこう測って、ここにダイヤルゲージつけてこうビビビって測ったりすると思うんですけど、なんかこれ僕こっちなんかちょっとあんまりちょっと使い勝手が僕悪くて、ちょっと使なんか馴染まないというか。でまあサービスマニュアルとか見てると、まあ昔のサービスマニュアルなんであれなんですけど、これ使ってるんですよね。で海外のその整備のミッションとか整備する動画見ても案外これ使ってるんですよ。うん、まあすごい使い勝手はいいですよね。
もう簡単なんで、もうここにこれ挟んで、もうこっちで測ればいい、こうスッと測れるんですよ。けどちょっと本当にコツがいって、まっすぐ、本当にまっすぐにして診断の中入れて広げるっていうことですよね。でそのままロックかけてまっすぐ引き上げるっていうので、ちょっとコツというか慣れが必要だと思うんですけど、これ結構いけますよ。はい、だいたい測定器はそんなもんですかね。これぐらいで作業はしてます、ずっと。まあ今まだヘッドと何でしたっけ、ロッカーカバーまではまだ作業が進んでないので、ちょっとまだ必要な工具が出てくるかもしれないですけど、今ご紹介した もので測定器としてはだいたいショベルヘッドだったら、まあハーレーだったらというのがちょっと表現わからないですけど、だいたいいけるのかなっていうところです。ちょっとまだはっきりとはわかんないですけど、あと、そうですね、あれはトルクレンチも測定器になるんですかね。トルクレンチも、何本あるのかな。トルクレンチ3本ありますか。はい、まあ、トルクレンチも、まあ、いつかご案内はしようかなと思ってますんで、はい、測定器の、紹介ということで本日は雑談を終わらせていただきます。ありがとうございました。